はい。じゃあ、はい、コーナー名から。なんだっけ。これね。じゃあこれ見ていいですよ。じゃあいきます。いきます。せーの。三宅島でのフィールドワーク。三宅島でのフィールドワーク、はい、3人でこの番組はお送りしたいと思います。もともと1時20分からという話だったんですけれども、ちょっと10分押しで始めさせていただきます。申し訳ありません。違う押しで始めさせていただきます、はい、よろしくお願いします。そうだ、ね、自己紹介から。そうですね。じゃあ、はい、どうぞ先に。はい、私学部3年の小沢真由留と申します。よろしくお願いします。僕は加藤研の総合4年、深澤拓海と申します。よろしくお願いいたします。はい、加藤研 OB1 年目の青山と申します。通称大ちゃんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、私たちは去年まで3年間三宅島に定期的に通っていたんですけれども、それは三宅島大学というプロジェクトの一部として通っていました。で、私たちの活動を Facebook とかで見てた方は、こいつらめっちゃ島行ってんなって思われてたと思うんですけど、それは実際どんなプロジェクトだったのかっていうお話をできたらいいなと思っています。で、今日来ていただいた OB の大ちゃんは、4年生の時に卒業プロジェクトとして1年間三宅島大学で、プロジェクトを行っていたので、そのお話なども具体的にできたらいいなと思っております。はい、いいよ。よろしくお願いします、はい、じゃあまずは三宅島大学って何なんだっていうふうに皆さん思われてると思うんですけれども、三宅島大学についてベテランである4年生の拓海さんからお話をお願いしたいと思います。三宅島には僕は6回行っていて、まあ、全て三宅島大学っていう活動として参加させてもらってました。で、三宅島大学っていうのは、まあ、三宅島を舞台にして、その三宅島の島全体を一つの大学として捉えて、そこを学びの場にしていこうというようなプロジェクトで、まあ、東京都の東京発信文化プロジェクトというところが主催して、結局3年間続いた、大学のプロジェクトでした。はい、でプロジェクトの内容としては、あ、まあ、一応その大学という名前なので、あの学長さんだったりとか、あの教授みたいな形で、まあ、うちの、加藤文俊先生が教授として入って、その中の僕たち加藤文俊研究室はその大学に、まあ、関わるみたいなような関わり方をしていたんですけど、その三宅島大学では何をやっていたかというと、例えばあの、まあ、100人先生っていうプロジェクトがあって、これはあのアーティストの開発、吉明さんでしたよね。開発吉明さんが主催していたもので、で彼はあの島にいる人がみんな先生なんじゃないかみたいなことを、信念として持っていて、でその島の人、島に住む人々を、先生として授業を開いて、そこに島に住む人々とか外から、島にやってきた人とかを生徒に見立てて授業を開いて、それを100人やるみたいなこととかをやっていました。であとキッズリサーチっていうのもやっていて、でキッズリサーチっていうのはあの8月の1週間だっけ、1週間ぐらい、1週間ぐらいですね、あの三宅島にある小学校の生徒たちをあの、まあ、寺子屋みたいな形で集めて、午前中は、まあ、宿題を教えたりとかして、で午後は僕たち加藤文俊研究室があのワークショップみたいなものを企画して、毎日子どもたちと一緒に、ワークショップをして、島の子どもたちにそれを、まあ、体感してもらうみたいな感じで、やっていました。キッズリサーチというものではそんな感じですかね、とりあえず。で三宅島大学でやっていたことはそんなことで、で3年間、続いて終わってしまいました、この、3月に。でそれから1年間は、三宅島大学とは何だったのかみたいなを
振り返る1年間として今三宅島大学史、三宅島大学史という、三宅島大学のドキュメントをまとめる活動が1年間動いていて、まあ、これも加藤先生とか、文プロさんの下で今動いています。で、予定では来年の3月ぐらいにまとめが出来上がるというような形になっております。はい、そうですね、まあ、長いし暗い長いし暗 い, いや概要だからいかないダメ出しがダメ出しが暗い暗いっすか。水飲みますね。呪文みたいな。そうですね、ちょっと緊張を、ね、うん、してねやってますね。まあ、なんか具体的に何だろう、多分今のが本当に概要でちょっと固い内容だったと思うんですけど、まあ、具体的になんかもうちょっとフランクな感じで何をやってたのかっていうのを、まあ、4年生が1年間、この大ちゃんが1年間三宅島に通ってずっとプロジェクトをやっていたので、その説明をじゃあ大ちゃんフランクにお願いします。はい4年生になるとですね、卒業制作というのがありまして、まあ、1年間かけて、まあ、何か研究して成果を残すっていうのがあるんですけど、それで僕は、まあ、加藤研って結構いろんな、ね、例えば雑誌を作ったりさ、ね、本を作ったり、まあ、銀座のフィードワークをしたりっていうのは、まあ、あるんですけど、僕はそこで、まあ、三宅島、ね、せっかくずっと行ってたので、まあ、三宅島フィードワークしようと思って、そのさっき匠くんが言ったキッズリサーチの時に出会った、まあ、深夜っていうガキがいるんですけど、まあ、なんかそいつと一緒にドキュメンタリー映像を作りました。なんでそれをやろうと思ったんですか？やっぱり、まあ、その三宅島大学っていうのが3年間で僕の年で終わりっていうのが僕はそれを認識していて、その三宅島と自分のとのつながりっていうのがその3年間のこの終わりの時期に三宅島とつながりが切れてしまうっていうのがすごい僕的には寂しくて、で僕の加藤研での生活っていうのはやっぱ三宅島がかなり大きな割合を占めていたので、まあ、その集大成として三宅島との自分とのつながりっていうのを卒業プロジェクトで目に見える形で残したいなと思ったんです。いや、その深夜っていうのは、うん、どんな子ですか？ なんで深夜を選んだというか、なんで深夜がドキュメンタリーの対象になったのか。まあ、深夜以外にもたくさん仲いい子はいたんですけど、何より深夜が一番三宅島大学に来てくれてたん で、 うん、でね、まあ、僕が卒業プロジェクトを進める上でかなり都合が良かったっていうのと、まあ、深夜もかなり僕のことを慕ってくれていたので、まあ、深夜なら2人でもやっていけるかなと思ったのが、まあ、理由です。なんか深夜っていうのは小学6年生でしたっけ？今中1だ。今その当時は小学6年生だったと思うんですけど、小学6年生の子と何かを作るっていうのは結構大変なことだと思うんですね。やばいよ普通にやばかったですか？うん、そんな一言で言い合わせないめっちゃ動き回るのが、いや本当に普通に止まらないから、あいつら。そうですね、しかも、まあ、私もちょっと制作に立ち会ったこともあったんですけど、そうそう、すごいね、なんだろう、やっぱこう小学生だから突然喋んなくなったりとかね。いや本当にね、してもうカメラ2時間構えてるみたいな。私2時間1時間半か2時間ぐらいずっと構えてたりとかして、どうなるか。いや本当お世話になりましたよくやってくれました本当に。いや本当に、でもまあやっぱ子供言っても、まあ、小学6年生って言っても子供だから、やっぱ予定調和みたいな進まなくて、まあ大変でしたよね。やっぱ機嫌とかもあるしさ、まあ、映像制作だから天候も左右されるし、三宅島に行ったはいいけどほとんど映像の撮れ高がなかったなってこともあったし、ね、ちなみに三宅島にはどれぐらい行ったんですか？回数、うん、回数で行ったら15回ぐらい。お、まあ、ちなみに三宅島は、船か飛行機なんですけど行く手段が、飛行機は基本飛ばない。
まあ、今はちょっと改善されたんですけど、当時は全然飛ばなくて、船しか、まあ、ほとんど行く手段がなく、何時間、6時間ぐらいですよ、ね、6時間半ぐらい、うん、6時間半ぐらいかけて行かなきゃいけないところだったんですけど、まあ、お金もかかって時間もかかってだったと思うんですけど、それでもやっぱ三宅島に続けられた理由みたいなのってありますか？いやでもね、ぶっちゃけ相当きつかったよ当時は。本当にきつくて、あもう体持たないわって思ってたんだけど、いやなんでだろう、まあ、やっぱ自分が一回決めちゃったからさ、まあ、そこから途中から投げ出すことはできないし、うん、深夜もその深夜の家族もその、まあ、ドキュメンタリーの感想をすごい楽しみにしててくれたから、やっぱそういうなんだろう、自分の力ももちろんあるけど、それより周りの期待とか周りの応援とか支えがやっぱりたくさんあったから、それがやっぱり一番自分のなんだろう活力になったし、やんなきゃいけないなっていう感じやなって。なんか深夜のご家族とかとも結構いろんなつながりとかはあったりとかした？そうだね、やっぱキッズリサーチでたくさん親御さんとも話したし、まあ、特に深夜はよく来てたから、まあ、おばあちゃんもね、お母さんも妹さんもずっと仲良くしていただいたけど、結構私も三宅島に何度か足を運んだんですけど、それでやっぱ印象的だったのは、その深夜のおばあちゃんがすごくいろんな差し入れをね毎回届けて、うん、くれたりとか、突然東京から来た大学生にここまで毎回こうなんだろう、いろんなお土産とかを持ってきてくれるっていうのはすごいなっていうふうに感じていて、それっていうのは何なんですかね、なんか島の方だからなのか、深夜のおばあちゃんだからなのか、どっちだと思いますか？いやどうなんですかね。いやでもあれは多分深夜のおばあちゃんだからと思うんだよね。深夜のおばあちゃんすごい三宅島をこうなんだろう、栄えさせたいっていうか、もっと外に外に発信していきたい考えを持ってる方で、結構いろんな活動を島の中でこう、まあ、先頭を切ってやっていて、島にこう訪れる人たちに対してもこうすごいもてなしてくれる人だったのよ、そもそもが。だからなんだろうね、島の住人が全員そうっていうことではない。やっぱりシーヤのおばあちゃんだったからやってくれたことだし、と思いますね。なるほど。あれ深夜と一番最初に知り合ったのはいつでしたっけ？キッズリサーチだったと思うよ。2年前の、そうそう、初のキッズリサーチの時に、初日かその次の日に来てくれて、もうとにかくずっといる子供だったからうるさいしそう。でも深夜自体は三宅島大学の一番最初からいるんだよね。だ俺より三宅島大学歴が長い。3年前から。そう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 。なんで来るようになったんですかね、一番最初の。多分なんだろうね、面白そうだなって単純に思ってくれたんじゃないかな。不思議なのが3年前だから、彼はまだ小4。そう小4だね。そうに、まあ、自分が小4の時と思い返すと、そんないきなり近くの家みたいなとこに大学生がずらーっとか来て、そこに行こうと思ったかもみたいな、ね、でもまあそれがね、多分三宅島の子供たちもそうだけど、特殊な環境で、なんだ、外部から人が来ることは多分ほとんどないと思うんだよ。旅行者で来ることはあっても、あえて短期間に滞在するみたいな人は全然いないから、やっぱ珍しかったんじゃないかなと思うんだよね、僕たちのことが。だから、まあ、それをいいと思ってるか悪いと思ってるかは人それぞれだけど、少なくとも深夜とか深夜のおばあちゃんはそれがすごいいいことだと思って接してくれてたんだと思う。確かになんか島民、なんだろう、島の方だからっていうのもあると思うんですけど、まあ、深夜とか深夜のおばあちゃんってすごく私たちに対して好意的に接してくれたっていう印象があるんですけど、なんかやっぱ島の方ってちょっとなんだろうな、閉鎖的って、あの悪い意味ではなく、やっぱ島の中でずっと育ってる方々で、三宅島って高校までしかないですよね。大学っていうのが三宅島には存在していなくて、なのでやっぱり高校を出ると大学に行くならば本土、島内、あ、日本の本土に来たりとかするので、こう島には絶対大学生って多分いない、仕事をしている人はいるかもしれないけど、
大学生としてはいないから、多分私たちってすごく異質な人だったと思うんですけど、なんかそういう中でやりにくかったこととかないですか？こう周りの目がちょっと痛いっていうか。あ、どうかな。確かに同年代が全くいないっていうのは結構難しいなって思ったことはあったよね。基本自分たちより年下か結構上の人たちしかいなくて、僕らと同年代、大学生ぐらいの世代っていうのは全くいなかったから、そういう意味で僕たちが考えてやりたいことっていうのをこう、 うまくそのまんま理解してくれる人っていうのはなかなかいなくて、それがやっぱり、でしかもなんかその三宅島の結構上の年齢が 上の方の人たちは、なんだろう、あんまりこう現状を打破しようとしないというか、まあ、現状維持をしていこうという考え方が多かったから、その、まあ、島に余計なものを持ち込まないでくれっていう反応されたことはあった。なんかそれがゆえに三宅島大学でもちょっと動くのが難しかった面とかもあったっていう話を聞いたんですけど、そのなんか今三宅島大学史っていう振り返りのプロジェクトをやって、匠さんも関わられてるんですけど、その話の中でなんかちょっと印象的だったこととかってありますか？そうだな、暗い。絶対来ると思った。なんだろうな、まあ、まず、まあ、島であるっていうのは一つ特殊だし、三宅島はもう周期的に火山が噴火するところ で、うん、そうですね、まあ、強制的に本土、つまり東京とかへ移動せざるを得ないっていうのがあるから、なんだろうな、まあ、ある種のもうずっとそこにはいられなくて、だけど、まあ、そこが自分たちの拠り所としてるし、生活の源ではあるんだけど、まあ、そういう意味でなんだろうな、まあ、人によってはもしかしたらある種のまあ、諦めというか、まあ、そのずっとやっていたものが全てリセットされてしまうから、噴火によって、だからなんだろうな、そこで、まあ、例えば僕たちが東京からこういう活動でやってきましたっていうようなことを言っても、ああそうなんだっていうドライな感じで扱われるっていうのが多分きっとあるなっていうのは思った。だから島ってしかも噴火っていうその二重の壁みたいなのがとても僕たちからすると大きかった。やっぱり住んでもないからそう分かることはできないし、それを分かろうとすることしかできないけれども、まあ、その中でその2つは大きな壁としてあったのかなっていうのは今思うかな。肝が据わってるんですかね、やっぱり島民の方。なんか私が一番最初に三宅島に行って島の人とお話した時に感じたことなんですけど、なんかなんだろうな、火山が噴火することって多分分かってて、みんなで自分の家がもしかしたらなくなるってことも分かった上でそこを選んで住むっていう、なんかそれをでもすごくポジティブに受け入れていて、なんか全然なんだろうな、自分の家なくなっちゃうかもみたいな悲観的な意見を、まあ、持ってる方もいるのかもしれないけど、私はそういう印象をあまり感じなくて、むしろなんかそれをポジティブに捉えるというか、まあ、うん、なんだろうな、すごく受け入れてるというか、それでいて三宅島を好きで住んでいる方っていうのが結構いらっしゃるのかなと思って、そういう意味でやっぱ肝が据わってるというか、すごいなっていうふうに単純に感じました。私はなんだろうな、噴火があって東京とか本土に戻っていって、でそこにもう住むっていうことも多分できるだけど、そうしないっていうのは、まあ、もうそこが好きだからっていうのもあるし、まあ、そこに、まあ、住まざるを得ないみたいな仕事とかの関係っていう人もいるから、なんだろうな、全員が全員その三宅島のことを好きなのかっていうのも、まあ、不思議なところだし、多分なんだろうな、まあ、そこにいるのが多分当たり前って思ってるから、別に嫌いとかっていうそういう感情よりはもう別にそもそもいることを疑っていないみたいなところが多分あると思うんだよな。大ちゃんどうですか？うん、どうかな、
僕もそういう話を島民の方としたことがあって、まあ、その噴火に関してはやっぱそうだと思うっていうか、そのもう噴火があることを受け入れてその上で生活してるから、まあ当たり前っていうか、彼らにとってその噴火のサイクルっていうのは当然のことのように自分の人生に関わっていることなのよ。だから、まあ、そう思ってない人もいるかもしれないけど、そう思ってるんだったら多分外に行ってると思う。それでも中に住んでるってことはもう噴火を受け入れて島と共に生きるってことを多分覚悟してる人だと思う。だからそうね、でもね、高校生とかはやっぱり結構外に行きたいと思ってる人は多いみたいで、そうなんだ。だその若者が島から離れていってるっていうのは、まあ、別に三宅島にかかわらず島に、まあ、潜む問題、常にある問題だとは思うんだけど、まあ、三宅島も同じで若者がどんどん外に行ってしまって、でもやっぱその上の方にいる人たちはさ、戻ってきてほしいみたいで、いかにしてその魅力的な三宅島を作るかっていうのをやっぱ常に考えてるみたい。例えば高校生とかと話す機会ってほとんどなかった。そうですね、確かに。で中学生でも話したことあるのは、まあ、1人2人ぐらいです。で大体はまあ小学生とかは何だろう、大学生がいないっていうもの珍しさ、さっき大ちゃんが言ってたみたいな、もの珍しさですごいよく来てくれたりとか勉強教えてくれたりみたいなあるから、まあ、いっぱい来てくれるし、まあ、子供はすごい接しやすいし、まあ、楽しいから、ね、僕たちもよく話すけど、確かに高校生の存在っていうのは結構見えてなかった。そうですね、確かに。だし、まあ、だけど自分たちは一番年も近いから、うん、一番、うん、なんか話したら引き出せた存在かもしれないっていうのがあるし、逆に彼らは彼らで、ね、東京の情報っていうのは、まあ、少なくとも僕たちよりさすがに知らないから、まあ、彼らにとっても聞ける存在ではあったかもしれない。そうかも。かも。かも。ぐらい。そうですね。なんかすごい、今、そういうテンションになってるかもしれない。ちょっと明るくいこう。いや、でもね、楽しいよね。明るくいこう。無理やり。いや、三宅島いいとこだったしね。いいとこでした。そう、本当に自然がね、なんかもう東京にいたらわからないみたいな、青い海と何それ、パンフレットの緑の森と、なんかウェブサイト見れば出てくる。そうだ、誰でも言えるわ。別に、ね、確かウェブページを見てください。三宅島写真とかで、うん、そうググってね。だからなんか本当に、でも例えば小学生とかも釣りができるのが普通だったりとかですね。釣りなんて、ね、深夜とかも魚さばけるし、なんか突然その三宅島大学のこう校舎が、まあ、あるんですけど、まあ、私たちがいろんなワークショップとかをやってた場所でキッチンがあるんですけど、いきなり魚持って入ってきて魚をさばき出したりとか、ね、私できないんですけどみたいな、うん、どんどんさばき出して、ね、深夜が一人で黙々とそうやるっていう、すごい。鍋で煮付けとか入って晩ご飯で出してくれるあたり、ね、うん、それで普通にね、マヨ料理、多分料理うまいよ、うん、大ちゃんにもうまいの。下手かよ、ごめんなさい、ごめんなさい。完全に途中で途切れさ。なんかね、そうだ、三宅島、あれから行った、大ちゃん、三宅島行ってない。行ってない。卒業制作が終わってからさ、まだ落ち着いてないんで、僕落ち着いたら行こうって話をしてんだけど ね、 そうですね、落ち着かないんで、うん、ちょっと深夜に会いに行きたいですよね。そう、でも、ちょくちょくね、あのおばあちゃんから電話が来る。あ、そうなんだ。そう、だからお話はしてる。あと Facebook でお母さんとつながってるから。どこでもつながれるな。いや、2人の様子は見てる。そうなんだ。ちょっとここ、ちもね、あ、ごめんなさい、ちょっとここで視聴者の方から質問が、はい、Twitter でも、ハッシュタグを WIM881 と検索していただければ出るんですけれども、まあ、そちらでご意見が、若者が離れていくと言っていましたが、どうしたら若者が戻ってくると思いますか？戻ってきたくなる魅力というのはどうやったら作れるのでしょうか？いいところだとみんな言ってるけど、どうして離れちゃう、どうしたら戻ってきてくれるのか、若者が。そ
これはなんだろうな、三宅島に限らず多分地域の問題とか、この間浜松に、まあ、自分の卒プロのフィードバックで行ったけど、まあ、やっぱりまずは仕事がないとそこで働くことができないし、お金も当然もらえないなら、東京は、まあ、探せばいっぱい仕事はあるし、近くにいろんなお店はあるから、もう仕事がない、お金が稼げない状態だったら、なんだろうな、そこでの土地でお金を稼げないんだったら違う土地に行くのは別に都会に限らず当然の流れだから、多分三宅島は、まあ、まず仕事があれば戻ってくる。やっぱり、まあ、食うにも寝るにも金必要だし、いやもう一番難しい問題だと思うんですけど、さっきさらっと言っちゃったけど、その若者が離れていくっていうのは結局は東京に憧れて出ていっちゃう人が多くて、僕たちは三宅島のことをすごく魅力的だって言うけど、所詮はないものねだり で、僕らはこっちの生活に慣れてるから島で の、まあ、悠々自適な生活っていうのは憧れていて、一方向こうは東京での華やかな生活に憧れを持っているから、その若者が島から離れていっちゃうのはを食い止めるのは難しいことだと思うんだよ。でも離れていった後で島に戻ってくる人たちはいるじゃん。だそういう人たちをいかに増やすかっていうのが多分課題だと思うんだよね。やっぱり生まれ故郷だから戻ってくるっていう人は多いけど、そういう人しかいないかな。だからまずさ、その移住してくる人に対して厳しいんだよね、三宅島島民の人が。もう島のコミュニティっていうのはかなり強くて、僕たちもそれでかなり苦労したんだけど、そのよそ者に対するバリアがやっぱ結構強いので、やっぱまずはそれを取っ払うのが一番じゃないかなと思う。もっともっと外の人を受け入れる体制を島の方が作らないと、やっぱり若者は離れていく一方かなって思います。そう、確かに、あのちょっと夏に三宅島とか伊豆大島とか八丈島に、その三宅島大学史の関連のフィールドワークで、伊豆大島とか3つ4つ島巡って、でその三宅島にも行って、その、まあ、島に受け入れられるみたいな話で思い出したのは、島民の人が言ってたことで、こう、まあ、3世代そこに住まないともう認めてもらえないみたいな。3世代かなと。3世代って100年そうおよそ。俺たちが結婚とかして、その結婚してもし子供が生まれて、その子供がまた生まれて少し住んで、ようやくそれまでずっと島にいろってことでしょ。でしかもその間、まあ、噴火が起こる、まあ起こる、ね、考えると、まあまあ、3回4回かな、はい、っていうことを考えると、とてもなんだろうな、まあ、やっぱハードルは確かに高い。そうなんだ、壁がとてつもないって思ってて、うん、だから最初のなんだっけ、大ちゃんのちょっと話変わるけど、まあ、1回外に出てく、でその出ちゃうのは食い止められないみたいな、うんで、まあ、むしろこれ出た方がいいと思ってて、そこにいるとそれが当たり前だから、1回出て、まあ、そこにいる人はいればいいと思うし、戻ってくる人もそこでもだからこそ、まあ、自分たちの住んでるとこは良かったなって、まあ、三宅島に限らず、そうだね、思って戻ってくるっていう流れがあればよくて、その戻ってくる人たち、 U ターンしてくる人たちに対して、うん、あの壁がなければいいなっていうのはあるな、まあ、なんか分かんないけど、一回出て、あもうお前出てそっち住んだから違うわみたいな、よそもんだとかって思われるっていう流れがもしまあ、あったとしたら、うん、そういうのはやっぱない方が戻ってきやすいしっていう感じかな。でも僕らがさ取材した人で市役所に勤めている方で、完全に外からの人間で、アイターンしてきてる、そう、もう三宅島の暮らしに憧れて三宅島に来ましたっていう人がね、いるんだけど、しかも結婚してさ夫婦2人で、その話聞いて
まずすごいなって思ったよね、はい、そう都会の暮らしを全部投げ打ってやっぱ島に来てさ、でやっぱ島民の方々となかなかこううまくいかないようなことあるんだけど、ただそれにも負けずちょっとずつちょっとずつこうコミュニティを増やしていって、多分今ではかなりしっかりそうです、ね、あのコミュニティに溶け込んで生活しているから、やっぱそういうなんだろう、もうそういう、まあでもなんかそういう覚悟がないと住めないっていうのはまず問題なんだけど、ただやっぱり島にはそれ相応の魅力っていうのがあって、その魅力のためだったら人間関係なんて一から作れるっていう人だったらやっぱり、まあ焼き島に限らずどこでもやっていけると思うんだけどね、そういう人だったら。そうです、その方とかはこう子育てのために移住してきたっていうお話をしましたよね。なんかこう、うん、お子さん、まあ、結婚して新婚さんで、移住してきたんですけど、まあ、これから子育てを、まあ、していくってなった時にやっぱりこう自然の中で育てていきたいっていうのがあって、まあ、それが理由で三宅島に来たっていうふうにおっしゃってたんですけど、そうですね、なんかそれを、まあ、人によって魅力と感じるところは何を捨てるかとか何を選択するかって、まあ、人それぞれだと思うんですけど、やっぱそうやってアイターンしてくる人もいるっていうのが、まあ、事実としてあるからね。そうだ、まあ、少なくはないから、うん、Uターンだけじゃなくて、まあ、アイターンの人とかにも、まあ、そのなんかみんながみんなね厳しいわけでは、まあ、ないとは思うんですけど ね、まあ、でもそういう印象を、まあ、私たち自身も行ってみて感じたところがあったりもしたからね。まあ、でも逆を言えば島の中のコミュニティがやっぱ強いってことなんでしょうね。そうだね、うん、もうすごかったね本当に祭りとかすごいよね。そうです ね、うん、祭りはすごいね、うん、夏にね一回行かせていただいたんですけど、すごいですよね。もうなんか普通のまあ公園みたいなところに櫓を建てて、まあ、オーソドックスな、まあ、日本の本土でも行われているようなお祭りだったんですけど、みんな輪になって盆踊りしてたりとか ね、してすごい楽しかったですね。うん、楽しかった。すごい盛り上がってましたよね。なんで笑ってる、何が笑いしてるんですか。いや下手だなと思って、うるさいな。まあ、そのコミュニティが強いというか、まあ、あと島かつ他の壁がもしかしたらあるかもしれないっていう中で、僕たち加藤犬としては定期的に何回も活動していくっていう難しさが、そうですね、やっぱりあった。まあ、逆に言うといっぱい行くことができたからこそ、まあ、いわゆるフィールドワークみたいなものを体感できていたかもしれないとは思うかな、今思う。やっぱり同じ土地に何回も行くなんて大人になってもそうそうできないし、そうだね、大学生の時間があるうちにしかも研究みたいな形で行くことができたのは、まずその子自体はすごく幸せだったかな。そうだね、僕自身にとってもその三宅島大学があって三宅島へのアクセス権があったから、もうそれはすごいやっぱありがたいことだったなと思います。だって多分加藤家に入ってなかったら三宅島なんて一生行かなかった行ってないね、絶対行ってないよね。そういう意味ではやっぱ、なんだろうね、まあ、三宅島がやっぱりなんだろう、まだまだその一般の人たちの認識には溶け込めてないっていう事実もあるし、まあ、加藤家はそこに目を向けたみたいなところもある。うん、やっぱ15回も行ってた、やばいよ15回って、すごいね、15回って時間に換算したらだって往復13時間とか 13×15 回船乗ってるから確かにそうですね、すごいな、うん、ね、やっぱ三宅島って私たちの中でもちょっと特別で、私たちは結構いろんなところにフィールドワークしに行ってはいるんですけど、まあ、大体いつもそんな何回も訪れる土地ってそうそうなくて、結構いろんなところに短期間で、まあ、行くっていうのが、まあ、私たちのオーソドックスなスタイルなんですけど、やっぱ定期的に、行くっていうのはすごい珍しくて、
なんか定期的に行くからこそ良かったこととかフィールドワーク、定期的に同じ場所に行ったことの良さとかって何かありますか？例えば単発で行くんじゃなくて1回限りっていうのもすごい良さもあると思うんですけど、何回も通うっていうフィールドワークの仕方をしたことによるなんか良さとか、まあ、逆にちょっと難しかったとことかありますか？いや僕はもうそう何回も通うことによって三宅島に愛着を持つことができたからこの卒業制作が生まれたと思ってるんだよ。だからあんまりフィールドワークとして地域に溶け込みすぎるっていうのはあんまり良くないことって言われてるけど、僕にとってはやっぱ三宅島がすごいそのおかげで居心地がいい場所になったし、多分みんなにとってもそうなんだけど、やっぱその何度も通うことによって僕はそうなんか知り合いが増えるのがめちゃくちゃ嬉しくて、その土地にやっぱ行くたび行くたび知ってる人が増えるっていうのはすごい嬉しいことだったと思います。わかります。なんかこう知らない土地に行くときってなんだろうな、例えば富山に行くってときに富山っていう場所にしか思いを馳せるというか、頭の中に富山っていう場所に行くっていうことしか、まあ、ないと思うんですけど、何回も通うことで会いたい人がいてこの人に会うために行くっていう考え方にシフトして自然に行ったなっていうのは結構印象的です。そうだよね。だから後半の方とかさ、うん、1回のその徒党に対してさ、あの人とあの人とあの人とあの人に会いたいみたいになってさね、うんうん、前回取材した人にはもう会いに行こうとか、で前回会えなかったからじゃあこの人に会いに行こうとか、そういうなんか人はね、場所を思い出すと同時に人も頭の中に描けるっていうのはすごい楽しかったし、まあやっぱ楽しみが増えるよね、いっぱい行くと、うん、もう一回あの店行って、ね、あのコーヒー飲みたいとか、まあ、さっきあの人にまたもう一回会いに行こうとかもそうだし、あ前回これ食べられなかったから次はこれ食べたいとかそうだし、そうですね、うんうんうん、あのカフェ行けなかったから次回行きましょうねとかって言ってましたもんね。なんか魅力的な場所っていうのは僕は結局は人の魅力なんじゃないかなっていう持論を持っていて、一回行っただけじゃ分かんないっていうのがあるフィールドワークは、そう行った場所の先で誰と関わるかとか誰と知り合いになるかっていうので、そうフィールドワークの密度って結構変わってくるんじゃないかなって思ってる。別にこれが正しいとは思ってないけど僕はそう思ってる。僕も結構似てるとか、ね、うん、そうですね。たくみさんも一回加藤健が行ったところにもう一回戻るっていう卒業プロジェクトを今現在行ってますもんね。行ってますお前こんなとこにいていいの？卒業プロジェクトやらなくていいんですか？船乗ってね、そう竹島から。なんかじゃあ逆に難しかったってことがありますか？短期、なんだろうな、長期的だからこその難しさとかやりにくかったこととかあります？あーそうだな、なんだろうな、僕はフィールドの抜け時がやっぱ難しかった。分かれ方、そう大ちゃん特にめっちゃ自分は長くいて三宅島にたくさん知り合いが増えたから、そっからなんだろう、抜け時っていうか、こう自分は三宅島のことすごい好きなんだけど、すごい好きでみんなも受け入れてくれるんだけど、結局は自分は三宅島島民じゃないから、自分はやっぱりその時期にいた青年みたいな認識になってしまうわけよ、三宅島の人たちからにとってはね。分かんないけど、それにすごい苦しいんだ。そうなりたくないから卒業制作を作ったんだけど、結局それが成功したかどうかっていうのは今分かんないし、でもまあそれを確認しに行くためにはやっぱりもう一回行きたいなと思う。なるほど。めちゃいい。あんまりフィールドから抜ける抜けないみたいなところは意外と、まあ、そんな考えてなかったというか、そこまで自分の中で大きくなかったかなっていうのがあって、まあ、大ちゃんはその卒業の関係で、そうだね、その土地に愛着を持ちすぎたっていうのがやっぱりある、うん、なんかずっとそこにいたわけじゃなくて何回
何日か行って帰ってきて何日か行って帰ってきてっていう、うん、その船の移動で結構自分はリセットされる。あそれがなんか自分が加藤犬入る前は、まあ、フィールドワークで2ヶ月間どっから村行ったとかあった時はもうずっとそこにいるから、うん、寝て起きたらもうその村、寝て起きたらその村で誰かと、まあ、もしなんか悪いことがあったりとかしたら、まあ、次の日に響いたりとかもするし、その後の関係もどんどん響いてくるからすごいめちゃくちゃ気は使ったんだけど、三宅島意外と個人的にはすごい抜けやすかったってのがあって、もう船の移動が長いし特別すぎるからってのもあってめっちゃリセットされてた毎回毎回。そうね、それはあるかもしれない。僕後半さ、あの今週月曜から水曜まで学校行って、木曜から日曜三宅島でまた帰ってきて、月曜から水曜学校行って木曜から日曜三宅島っていう生活を3週間続けたの。だからあの時はもうなんか生活の一部だったよね、三宅島が完全に。でも確かにそれはある、リセットされるっていうのは分かる。そのなんだろう、島での暮らし、三宅島めっちゃ好きだけど、極論三宅島で一生を過ごすことは無理だなって思ったの。だからそのやっぱ船での6時間半っていうのは結構ちょうどいいよね。そのなんか都会の生活にさ、島での暮らし、行く時は島での暮らしをすごいさこう思って行って島で暮らして、帰りは都会の生活もやっぱいいなって思いながら帰ってくんだよね。コンビニ夜まで空いてるし。そうなんだよ、船ってずっと同じスピードで海ばっか見て戻ってくるから、ね、それはなかなかいいよね。そうですよね、みんなでね、そう、あの海を見るとあ戻るんだとか行くんだとか、うん、いやだからもうね、その3年間で三宅島大学が終わっちゃったら俺ほんと寂しくてさ、いやなんかこれから日比良はいいよ別に行ったから、これからさ入ってきた子たちはさ、そうです、ね、知らないから、ね、知らないしさ、まあ、行くことはできるけど、なんだろう、あの雰囲気っていうかさ、あの一体感みたいな、ね、なかなか再現できるもんじゃないから。そうだね、いやでも本当になんかいい時期に僕は卒業制作を行うことができたなと思ってます。やっぱり三宅島大学ってものがなくなったのっても寂しい。いや本当にそうですね、本当にそう思いますよ。なんかね、急に今まで言ってたものがパッとなくなって、ね、特にこう形があるプロジェクトとかっていうわけでもなかったけれども、ね、その緩いつながりがなんか急になくなってしまって、あもう6月に三宅行くことないとか、夏キッズで行くこともないとか、なんかなかなかあれだね、まあ、だけどそう思えてるっていうのも結構面白くて。そうですね、寂しいって思えてるってことはやっぱりそこでの経験はとても良かったと思うし、っていうのがあるかな、うん、もし何か何回とか行っててもとても嫌な経験ばかりだったら、別に「いやもう三宅島なんか行きたくないよ」とかってみんな言い出すと思うんだけど、まあ、まずそれがない、なくなってしまってとても寂しいっていう声が多いっていうことは、まずいい経験だったって言えるかな。やっぱもう一回行きたいですね。なんか三宅島大学うんぬんとかではなく、そう、ね、三宅島に行きたいですね。僕はね、いつか親を連れて行こうと思って、おー、すごい、なんかいいじゃない、紹介したいっていうか人もいっぱいいるし、僕が三宅島にずっと行ってたお金を出したのも嫌だから、確かに、そう、案内させないとな、案内しないとなって思ってたから、まあ、そういう場所がやっぱ一つでもできたっていうのはすごい幸せなことだなと思いますね。まあ、誰かを連れてきたいっていい ね、うん、ね、しかも親っつって、ね、まあ、それぐらいやっぱ人生のすごい大きな場所なんだろう、自分の地元の次くらいに知ってる、次じゃないかもしれないけど、でもすごい、まあ、でもそうだよね、それぐらい知ってる場所ってことですもんね。案内、誰か案内したくなるような場所ではある、うん、なるほどな。そういうふうにやっぱ若者が思ってくれれば帰ってきてくれる人も多いのかもしれないですね。それがどういう方法なのかはちょっと私たち、う
はわからないというか難しいけど、でもなんかね、誰かを案内したいって思って若者の人が帰ってきてくれれば、その人だけが戻っ、なんだろうな、その人じゃなくてもその人が連れてきた人が三宅島に住んでくれたりとか、そういういい連鎖が生まれてくれたらすごいいいですよね。別にその人じゃなくてもいいんだよ、本当に。そうやってどんどん三宅島のことを、良さを知っていく人が増えてくれたらね、嬉しいよね。やっぱその別にフィールドワークに限らず三宅島ってすごい面白い場所っていうのをこのラジオを通して分かってくれればいいんだけどそうです ね、みんなにやっぱ行ってほしいよね。だから僕は本当に、なんだろう、誰かを案内するってだったら三宅島行きたいなって思う。例えばさ、都会に住んでてさ、日本の大体行きましたみたいな人は、ちょ、三宅島行ったことあるのって言ったら、三宅島行ったことないからみたいな。そうですね、やっぱいろんな人に行ってほしいなと思うよね。何ができるって言ったら、まあダイビングか釣りなんだけどでもそれこそ強みだよね。まあそうね、一応その観光協会、三宅島の観光協会はダイビングと釣りの名所として発信してるから、うん、それはすごいいい環境だと思う。それでは好きな人は、僕も釣りやったんだけど三宅島で、うん、あ、そうなんだ、うん、もう全く初めてだったんだけど全然釣れるすげえスキル、スキル云々っていうか、魚がいっぱいいるからとりあえず釣れる釣れるって、うん、なかなかね、考えられないですもんね、そんな。なんか東京都じゃないですか、一応三宅島って。あ、そうだね、東京都にそんなことがある、そんな場所があるっていうのはね、みんなは多分分からない、ね、知らない人が多いからね。まあ、知ってくれたら嬉しいですね、三宅島の良さみたいなのを。そう思いますよ。じゃあそれ、そろそろお時間も。そうですね、縁も竹縄なので、縁も竹縄ですね、縁も竹縄。20分を押してしまったので、ちょっと番組の時間が少し短くなってしまったんですけれども、もともとの予定がまあ20分までということだったので、はい、ちゃんとここでね、帳尻、ね、合わせね、はいはいはい、素晴らしい。そうです、まあまあ僕 OB なんでね、別にこういう扱いとか全然大丈夫なんですよ。ちょ、わざわざ来ていただいたんですけど、全然こいつら僕のこと先輩だと思ってないんですよ。いや、思ってますよ、何言ってるんですか。めちゃくちゃ思ってる、尊敬してますよね。敬服に値するとはこのこと、聞き飽きた、聞き飽きたね、毎回毎回ちょっと会ったたびに言ってるからねじゃあちょっとそろそろ終わりにしたいということで、すごい被ってますけどじゃあちょっと今日はわざ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 、はい、来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。青山さん、リスナーの方々も、またこれからも、はい、これからもちょっと違う頑張ってくださいでこの番組を通して三宅島にちょっとでも興味を持っていただけたらいいなと思います、はい、それではまた、次、そうですね、それではまた、はい、ありがとうございました。ありがとうございましたバラバラ、さようなら皆さん、さようなら次は20分後です。え、元がして確かに、また